サイリン運動の中心人物、中田茂春、内村勘蔵、木村清松サイリン運動は、大正時代の日本で1917年から1年半にわたって続いた、福音派を中心にしたプロテスタントの長教派の運動である。サイリン運動時代の内村勘蔵無教会派の内村勘蔵は、1912年1月に娘、ルチシ死去したことをきっかけに、 1918年頃から再臨を革新するようになった。中田茂春の設立した日本ホーリネス協会も当初から世への福音を一つの柱として再臨を強調していた。1917年末、中田はアメリカのディスペンセーション主義のクリスチャンシオニストの指導者ウィリアム・ユージン・ブラックストンの著書ヤソは来るを翻訳出版した。1918年に 中田は日本ホーリネス協会の新年政界において、サイリン問題について連続講演をして、その重要性を強調した。中田と内村は同じ柏木に住んでいたが、それまで交流はなかった。しかし、柏木であった火事をきっかけに知り合った。内村と中田は互いにサイリン振興への使命も持っていることを知ると、急速に接近して協力するようになった。さらに、 組合協会の巡回伝道者の木村清松と竹本清蔵、アメリカ留学から帰国したばかりの平出圭一が、加わり、上京派の運動として、再臨運動が始まった。会場になった東京キリスト教青年会会館1918年1月6日、内村勘蔵、木村清松、中田茂春は、神田 y MCA 行動で、聖書の予言的研究講演会を開催した。 内村肝臓は聖書研究者の立場より見たるキリストの再来と題してどのようにして自分が再臨を信じるようになったを語った。この講演会は2月10日、3月3日と続けられ1200名余りの聴衆が参加した。3月10日には大阪と京都で講演会が行われ、3月末には再び神田は MCA で1500名余りの聴衆が、 参加して、復活と、再臨という題で講演が行われた。4月には、第1日曜日より、5月第2日曜まで6週間、毎週日曜日、神田バプテスト中央街道で、バプテスト派、柏木聖書学院などの各派合同で、再臨問題研究講演会を開いた。日本ホーリネス協会の車田修司中田修春、無教会派の坂田優などが講演を行った。 6月になると、三崎町のバプテスト街道で、バプテスト宣教師アキスリングラと講演会を開いた。これらの運動に対して、エビナ団長、今井サブロ杉浦定次郎、三波両、富永徳マラは、神学論評、キリスト教世界などの雑誌により、反対論を掲げた。 第2本私立衛生会の行動1918年10月11日から3日間、岡県会議事堂で、サイリン講演会が開かれた。その後、11月8日から3日間、神田は MCA で、キリストサイリン研究東京大会を、宣教師数名とともに、核派合同で開催した。1919年1月17日から3日間、内村勘三は、 大阪中之島公会堂のサイリン研究関西大会に出席した。1月19日には2300人の聴衆を前に伝道とキリストのサイリンと題して最後のサイリン公演を行った。以降、内村肝蔵は熱狂的な運動から身を引いた。しかし、修正サイリン進行を保ち、YMCA での聖書講演会ではサイリン問題をたびたび述べた。一方、 日本ホーリネス協会では、この運動がきっかけになり、ヨドバシ協会でホーリネスリバイバルが起きることになった。この時期に、キリストのサイリン運動が強調されたのは、第一次世界大戦を通して、西欧文明の破綻が明らかになり、科学の進歩や合理主義について、深刻な反省が生まれてきたことである。この運動をきっかけに、各地の教会に熱烈な信仰復興が起こり、 キリスト教会に大きな影響を与えた。ありがとうございます。